はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。D のんちザワイズです。はい、今回は、ブギウギの72話について話していきましょう。はい、72話。えー、今回は、えー、福来鈴子が、えー、舞台に立つ。舞台に立つ違うな、えー、なんだ。役者になる。 うんそれもそれもこれもえト、ー、リ先生善一先生がね、うん、紹介してくれたとね福来鈴子はもう善一先生のおかげで全てがうまくいっているっていう感じですね大体のことがね、うん、やっぱ人生とは。 誰に出会うかで随分変わってくるのかなというような印象を受けますね。うん、なんかやっぱ全一先生と鈴子と、ねうん、画面の中に入るとなんかちょっとこうスイングしますね。うん、ね今回も福来君にしか歌えない歌なんだよこれはみたいなね、うん、感じでしたね。うん、非常に いいですね、うん、なんかその今回はね生瀬さんも出てましたねもう生瀬さんは本当にもうずーっともう何年かもうずーっと出続けてますよね、うん、どういうことなんでしょうねもうなどの人も使いたい っていう感じなんですかねそんなことって世の中あるんですかねこんなにねやりたい人が山ほどいるねもう役者になりたいなんて人はもう山ほどいるのにだけど使われてる人いつも大体一緒ね不思議だね本当にいやー不思議まあもちろんねもういろんな役できるっていうところはあるんでしょうけどもね 不思議だ。不思議だなぁと思う。うん、そして今回は、ね、さよが、もう、とっとと、付き人やめます、ね。もうなんかさ、なんだったんだ、お前は、みたいな。<laughs> 最初出てきた時からなんだったんだっていう感じなんだけど、ずっとなんだったで、なんだったまま終わっていき。 これからなんか出てくるのがね、歌詞とかで出てくるのがね、そうだとしてもなんかね、あんまりみんなに期待されてない感じがあるっていうねう。でもなんかあの、ね、裏、撮影の裏側みたいなやつ見るとみんなね、楽しそうに撮影してて、ね、いいなっていう感じですね。 そんなところ切り取ってんだろうけれども、うん、なんかこっちのイライラ感とはちょっと違う楽しくやってんなみたいな感じの時ありますよね。え、う、え、ん。愛助さんは、えー、大学を卒業して、えーえー、と村山工業に就職したと。えーうん、みんな淡々と。 こう時間が過ぎてってっますねうんはいそんな感じで今週はだから鈴子が役者さんになる役者の舞台で活躍するって感じなんだろうねうんまあ明るい方向に行ってくれたらね嬉しいですねうんまあ近藤さん草薙さん趣里さんのね 3人の場面なんかちょっとウキウキしますからうんそういうシーンが増えるといいかなと思いますはいそれではまた明日楽しみにしたいと思いますはいここから私ディーノンチザワイズの日常なんですけどなんと昨日鉄瓶をねうんゲットしましたやっとですよミルコさんに手配していただき 昨日いやいいですね。うん、美味しい鉄分取れてます。みたいなね。うん。感じ。もうやけどしないかがね。もうね。すごい気になるところ。うん。こういうやけどの心配がある。ただ、それ以上になんかね、こう、趣があるというかね。うん。いいですね。うん。この冬は。うん。 この鉄瓶で楽しみたいと思います。はい。そして金曜日に私が義偶がありますんで、ぜひ遊びに来てください。やっぱりね、うん、生で見てもらいたい、ね。やっぱり人間はね、耳でだけで聞いてないっていう感じになってきてますね。今、こう、科学が進むことによりね。うん、やっぱりそうだったかと。ね。うん、はい、そんな感じで。 えー、皆さん、えー、イヤホンだけで聞くっていうのは、やっぱりちょっと違うのかなっていう風になってきてますよ。ね、はい、それではまた、チャンネル登録もお願いします。それではまた、さようなら。